今回は、アイドル、動画撮ってたら、知らないおっさん乱入してきたなう、本当だった、のスレを紹介します。それではどうぞ。腰を振りまくるおっさんが出てきて、それを笑うアイドルの TikTok が上がる、運営がメンバーがトラウマになったことをツイートするもファンは冗談だと思い面白がる、マジだった。くさ。笑ってるやん。めっちゃノリノリでくさ。おっさん、腰振りがえ。言うほどトラウマか。ほう、で8万の完全にネタやん。ノリノリやん。セキュリティが悪すぎてくさ。めっちゃ楽しそうやし、ドアからやないってことは潜んでたん、にしては冷静すぎやろ。不法侵入か。結構楽しそうにしてるやん。動画公開してんのは何者なん？なんで動画あげたんだ。このクソ楽勝してるやん。スタッフさん面白い、ただの知らない人、いやあ、って流れなんやろか。これ女の子も歌も両方好き。これほんと好き。陽キャやん。くさ。明らかにやってないとできないステップ地点のくさ。完璧すぎる。楽しそうでええやん、キモいけど。なんか悲しくなるから嫌い。ここまでキレキレ完璧やったら、キモい声て、お前やべえな、になるんやな。ここですれは終わった。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録。高評価お願いします。ではまた次の動画で。